まあでも紀藤さんとはちょくちょく、そうですね、まあ現場で会ったりしてしてるから全然ね久しぶりって感じも、この間もね現場終わった後さ時間あったからランチしたもんね。あ、しましたしました、ね、ハンバーグ食べたよね。ハンバーグ食べました。なんだかんだ紀藤さんとご飯食べるのはマジで初ぐらいだったから。そうですね、一回トニカワ第一期の時に、うんうんうん、トニカワ撮ってからトニラジに移動みたいな時があって、うんうんうん、なんかカフェでお茶して時間一緒に潰すみたいなのは、そうそう、潰してトニラジ行ったとかあったけど、うん、ちゃんとランチ食べたの初だったからね。初めてでしたね。面白かったね。暗い2人だった。え、そんなことないですよ。え、嘘。嘘。え、私的にはなんか結構盛り上がったな。盛り上がった。盛り上がってますよ。おかしいな、俺の記憶が。次はもっと明るい雰囲気で聞くかっつって。あ、そうなんか最終的にちょっと、はあ、どうしようねみたいな感じの話の終わり方になって。はい、やだやだこんな話ばっかりって言って、次は明るい話しようねって言って別れたっていう。いい夫婦の日。いい夫婦の日、この日に結婚する人多いらしいですよ。あー、まあそうですよね。やっぱせっかくならいいなんか日に結婚したいですもんね、うん、覚えやすいんじゃないと。あー、確かに。結婚するならでも何日がいいですか。何日がいい。いや、自分のさ誕生日とかさ。あー、いや、10月16。うわー、惜しい。15かと思った。惜しいな。 6でした。3日違い、俺19だからね。えのきさんの誕生日はうちのお母さんと一緒なんで覚えやすい。あー、そっか。そう、お母さんと一緒にいつも祝ってる。お母さん祝うついでに、そう、お母さん祝う、心の中で、そういえばえのきさんも誕生日だ、今頃おめでとうぐらいですか。ありがとうございます。はい、まあ、トニラジやってる間にね、はい、結婚されたリスナーさんも、いやそういう話聞きたいんですよ。本当にいませんか。え、聞きたくないの。大丈夫ですか、聞いて。いや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 、え、メンタルブレイク。大丈夫だわ。大丈夫だわ。もう慣れたよね。慣れ、いや、それどっちかって言ってえのきさんですからね。う、苦しいっていつも言ってるもんね。そういや、でもなんかだいぶほっこりするようになってきました。あ、よかった。僕ももう34歳なので、あ、もうもう、え、本当に大丈夫。え、始めちゃう。始めましょう。始めちゃいますか。大丈夫かどうかはもう始めてみましょう、はい、やってみましょう、はい。